ほい、どうもこんです。ということで今回はこちらの赤タンオボスを紹介したいと思います。こちらの駅ですが、歴名の通り相棒にオボスを採用していて、マナコストが奇数のカードだけで構成された赤タンとなっています。デッキの構成上どうしても小粒クリーチャーが増えるということで、最近はオボスデッキでは紋章機が入ることが多くなっていますね。土地は22枚なのですが、紋章機があることで全体強化をしながらマナも伸ばせるので、3マナさえ確保できればオボスもすんなりと出せるようになっていますね。紋章機からオボスを出すことで、打点がワイワイになっていくので、例えば焦がし機なんかは1体だけで6点ものダメージを与えることができます。オボシは火力スペルとも相性がかなり良く、殺戮の日に至ってはわずか3マナで8点火力になりますね。BO1 ランクで回してみたのですが、7戦で5勝2敗することができたので、ある程度の強さは保証されているかなと思います。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、2ターン目の動きはないのですが、まあ割とキープはしやすい反応かなと思います。まあ2ターン目何も引けなくても、一応火力は打っていくことができますね。さあ相手はジェスカイランドからスタート。まあおそらくコントロールということで、火力はどんどんと打っていっていいかなと。さあこれで残り15点まで。まあ相手がおそらくコントロールデッキということで、もう少しクリーチャーを引いていきたいですね。おー、これフェイ。ということは、まあ、フェイ型の、草案の日デッキかなと。さあ、とりあえずアナックスを出していきますが、まあ、テフェリーを出された場合は、ケイヤか。ケイヤで、三河氏を除去できますかね。はい。さて、サイコスの巨人。フェイを除去ってケイヤを落としていくか、もしくは踏みつけでケイヤをそのまま除去っていくか。まあ殺戮の日は、オボシュとのコンボもあるということで、どちらかというと踏みつけで落としていきたいかなと。さあとりあえず殴っていく。まあ、フェイには、火力は使わないですが、とりあえずケイヤだけ落としていく形ですね。まあ、踏みつけはね、おぼしでは2倍にはならないのだけは強いですね。あとはトークンも、マナコストは偶数ということで、まあ、点数計算には要注意かなと。さあ、ここは、トライランドから何も出さずにゴー。まあ5マナ目を引けたということで、大募集から入っていってもいいですね。まあ他のカードは3マナ息ということで、大募集から入っていくのが、まあ一番良さそうな形かなと。大募集が一旦でも生き残ってくれると、だいぶでかいですが。さあ、ナックスで8点パンチ。まあおそらくこれは、チャンプブロックしてくるかなと。お、サメタイフをサイクリングして、11でチャンプブロックですね。さあ一旦チャンプされて、次のターンオボシュが生き残るかどうか。まあバウンスされる可能性も十分にあるかなと。さあ5マナ目を置いてくる。あー、シニスカツですね。お、アナックスを除ける。それは全然、大丈夫かなと。さあ、とりあえずオボシでアタック。一応これも6点クロックですね。ここは、一旦ジャンプ。さて、アナックスを出して、いきますが。さあ、エルズベスのこの能力もね、結構、きついですね。まあ、手札に、14点分の火力があるということで、スペルコストが重くなるのは割と厄介かなと。お、さあここは2枚目の死に打ち勝つでアナックスの方を除去。
ただこれは勝ってそうですね。さあこれ6点入れて残り10点まで、まあインスタントタイミングで10点分火力があるので、相手のアップキープ、アップキープというかまあ英雄タンの誘発スタックで火力を全力で打ち込んでいく形ですね。さあとりあえず2点を入れていく、まあ、カウンターがなければ勝ち確定の盤面ですね。さあ殺戮の火が8点火力ということで、とりあえず打ち込んでみますかね。カウンターがなければそのまま勝ち確定、この感じは通りそうですね。さあ止まっていきますが8点通って勝つと。 OK、 さあやっていきます。こちら後手、まあ3マナ息紋章器があって、3マナあるということで、まあ、割といいハンドかなと。さあ相手はシミックスクライランドからスタート。とりあえず、まあ焦がし焼きを置いてこうですね。まあ、ランプ系だとありがたいのですが、まあ現状まだどの可能性もありますね。ここは島を持ってきてゴーと。さて、お止まってくるということはフラッシュ系の可能性が結構高いですかね。さあとりあえず殴っていきますが、はい、これはシミックフラッシュですね。さあ焦がし焼きと相打ちを取って残り18点まで。シミフラはまあ44を出されるかどうかが最大の鍵ですね。さあここは紋章器を出す前にとりあえず殴っていくと。まあ動いてきた場合は紋章器を出していきたかったですが、うん、ここは動いてこずと。であれば11を出していく形でもいいかなと。まあ明らかに何かしらを構えているので、さあここは殺し屋をキャスト。まあ結構この11もマナを使えば打点が、でかくなるということで、割と構えてくるデッキに対しては強いカードですね。さあここは殴ってこれないですが、4マナを構えてくる。とりあえず勇者を出していきますかね。まあ止まり方的に、カウンターは確定で持っていそうですね。まあ4マナを確保してきたということで、44を持っている可能性もかなり高いかなと。紋章器を出す前にとりあえず殴っていくのがいいかなと。ここで動いてきてくれれば、3マナ息を出していくことができますね。とりあえず勇者2体でアタック。さあ2点打点が2体と。ここはブロックせずに4点入って残り11点まで。うん、まあとなると、カウンターされてもいい方から出していきますかね。現状アナックスよりも、紋章器を出していきたいので、先にアナックスをキャストでいいかなと。まあおそらくこれはカウンターされるかなと。はい、エアショクの消去で追放されていくと。さあただ結構ねライフも詰まっているということで、相手もなかなか動きづらいはずですね。さてここも殴っていきますか。勇者2体と11も行きますか。まあ最悪パンプも、できるということで、ここ殴っていってもいいかなと思います。さあここはブロックしてくる。
であればまあ、パンプしていく形ですね。借り手はまあ全然いいでしょう。さあこれで4点入って残り7点まで、まあ、ここまで詰まると割と楽に、倒していけそうな感じではありますね。お、いいですね。さて、まあ、これを本体に打っていきますか。さあ3点取って残り4点まで、まあクリーチャーが並んでいるということで、クリーチャー2体であれば4点は削っていけそうですね。旗持ちが確定でブロックされて21ブロックだと234点、まあおそらく相手は44しか出せないので、ここはそのままアタックでいきますか。オボスも紋章儀も出さない方が良さそうですね。さあということでフルパンしていくと、ここまで来ると、まあ、フラッシュ生物が2体いない限りは勝っていけそうかなと。さあここで投了。 OK。 さあやっていきます。こちら先手、まあ3丸目は、まだないですが、割といいハンドではありますね。相手はヨーリオンデッキ、まあ、ヨーリオンデッキに対しては、小頭鬼を2体並べていけるのは割と強い、初手かなと。さあスクライランドからスタート。スクライはボトム。さて、まあ、追加の1マナクリーチャーはいなかったですが、2点クロックを入れていくと。まあヨーリオンデッキということで、ここはそのまま4点入っていきますね。さあ4点入れて、まあナックスをキャストしていきたいかなと。まあ次のターンは、3マナ除去か、もしくは、サンテフェリなので、まあ、さらに4点入れることはできそうですね。さあ棺でアナックスを除去っていく。まあ全体除去されない限りはこの4点クロックがかなり相手にとってはきついかなと。さあさらにアナックスを出して3点火力を入れていく。こうなると相手はさすがに無理そうかなと。これ投了。 OK。 はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、特に1戦目なんかは、このデッキの面白いところが見せることができたかなと思います。まあ、割と確定状況が少ない環境ということで、一旦でもオボシが生き残れば、かなりの打点を稼いでくれますね。まあ、オボシを出さなくとも、相棒として構え続けることで相手としてもかなり動きづらくなるのが強みかなと思います。まあ、基本的に相棒はよほど、デッキが弱くならない限り入れた方がいいので、割と無理なく相棒を入れていることができているデッキかなという感じはありますね。まあ、ランク戦で、しっかりと勝てているデッキなので、よかったら皆さんも作って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。